おお願いしますお願いいいししまますすはい、最後が三笘も久しぶりー久しぶりーそして渡るも久しぶり渡<ー>、まあ、るはね、まあ、わたるはまあ、アジアカップで死ぬほど見たしあれでしたけどさあ同時にリバプール対バーンリーも見ましょうとリバプールはもうホームなんでもうカチカチ侍いよこれ。 ただメンバー的に言ったら結構ね、ケレハアリソンがおりません。背番号大きいね。大きいですね。で、アーノルド、クオンザー、ファンダイク、ロバートソン。中盤、エンドアカリス・サ、カーティス、そしてジョタ、ディアス、ヌニエスペタメンバーでございますね。いいですね。なんか前半、前線誰がいいねこれ。え、サラ。 ササララががいいののかかかと最近なんかさ、学ポちょっと不,不遇じゃないけどさ、なんかちょっと出番少なくなってる。まあなんかその意味じゃありませんね。そうっすよね、うんうん。なんかこのヌニエス・ジョタ・ディアスが結構いい気がするけど。うん。えー、人差320円ますべてでございます。ありがとう先ざしますし。リバープールー・リオです。 ディオだを決めてますこのディオだーーのカタールそしてリバプールも先生と普通にコーナー聞くからか普通にシンプルになんか、うん、最後誰もついてなかったかディオーなんか全部スルーって抜ってきたあそこはしたねやはり S それかディオー吸いついてきます頭に。 めちゃくちゃフリー、フリーっていうかなんか。なんかもう人多すぎてマークもクソもなかったから今、今、うん。いや、空いたね。空いたね。隙見つけちゃったね、ディオ。いや、完璧なやつ。さすがですね、ディオは。トラッフォード、つか取れんかったがあ<ー>味方にちょっとね,そうだね、教えと。ハイボールあれ出て触れないってなってくれたらもう無理やね。まあ、かつ、ジョタのとこ通り抜けてきちゃったら。うん、うんうん

なんか、なんか気にしてるそうなこ、ね、お、変わるああ捨てた。お、逃した。逃がした。お、拾った。うん。触っいや、これ、オフ、オフとかそもそも別に。うん。うん。いや、んオージーがこれオージーなのこれ。触った たわけではなかった。だから。あ、ディアさん頭合わせるこれ。だ、ど、どうなってるこれ。あ、ディアさん合わせる。合わせる。さあ。スコア動きます。攻め急いでんだ。アンカーの位置から散らしていく。完璧なロングボール。さあ。渡る素晴らしいよ。今のは。ローズ上げて。いや、完璧。うわ。 はでオフだしあ<ー> <laughs> うまいんだけどないやエンドのこのパスカンでケーションロトリーに見にたもん今いや持ち運びから,からもう攻撃までコンケだから<ょ>自分の足の速さまだ自覚しないよ、ね、ちょっ思ってる速いお前自分からってるより,よっるより <laughs> 言ってあげたいね NDS にうーん まあね、これよく合わせたら。いや、素晴らしい。がん代表監督だ、<laughs> ケインとか監督と。うわ、<laughs> いや、塗っちゃうんだ。やり寄った。その首振りは。強いいや、脱がきやってくれました。もう。やはりエース,スー。揃い踏みやんけ。ポンポンポンやはりエース。これが真のエース。いこいつはやっぱ人類のエース。<laughs> いやだよジンニアのエースエスだったらいやサッカー星人がね来たらイレブンのワントップヌゲスですからね <laughs> 喧嘩番長としてないいやじゃあサッカーの奥深さを見せます<奥> <laughs> サッカー星人に人とはっ、ね、て <laughs> 人とは情熱サッカーとはミスのスポーツであるといういやヌゲスすごい首振りだったこれオフとかないよね くんないでしょうね,、はい、ねえー、っと、朝サン320円スーパーチャットうございます,あす、えー。コップですが、今シーズンのリアプールお二人から見てどうですか優勝するにはまだ何か足りない感じがします。ースーパーチャットうございます。もうあれですね。あのー、でもなんかリバプールらしさというか、戦力的なバランスで言うと、もちろんなんなんだろう。うん、あのー、まあ、このシティとかと比べると、一歩劣ってる感じありますけれども、はい、なんかもうリバプールらしいよね。あの一体感とさ、うん、あのー、引っ張る子。 はい、に連れて全員がこう能力が上がっていくみたいな。でも、なんかわか、言わんとすることはわかるような気がするんでね。うん、なんかあと一個足りない感。なんそれが何なんだろうなっていうのを今考えましたけど。ね、何なんでしょうね。うん、でもそれがなんか、まあその1819とかのクソ強リアプルと比べたらそれは劣ってますけれども、ただなんか、にしても、あそこまですごい成績出せるなってのは結構びっくりやな。 っていう感じだな。私はどうなんでしょうね。チアゴ当たらないんですか。チアを。チアゴまたけがちだから。何が起きてんのっていう。彼らの身にってう。ちょっと言ってるんで。びっくりでしたよ、ね。たよ衝撃でしたけれども。えっていう。うん。まあ、また。っていう。ありましたけ <laughs>